ト T リンパ構成ウイルスは、レトロウイルスの一種。1型から4型までがある。1型は成人 T 細胞白血病の原因ウイルスである。ト T 細胞白血病ウイルス、ト T リンパ急構成ウイルス、ト T リンパ構成ウイルスとも表記される。特に、HTLVI は、最初に発見された疾患を起こすヒトレトロウイルス。 類 M ウイルスに猿に感染するシミアン T、リンファトラピックウイルスがある。宿主である人の T 細胞内では、核内に移行し、ウイルスの RNA から CDNA を逆転者により生成し、CDNA は宿主ゲノム DNA へインテグレーションする。インテグレーションサイトはランダムで決まってはいない。組み込まれたウイルス由来 DNA から、ウイルス RNA 全長の メッセンジャーメッセンジャー RNA を生成する。全長メッセンジャー RNA はスプライシングを受け、エンベメッセンジャー RNA となる。エンベメッセンジャー RNA はさらにスプライシングを受け、PX メッセンジャー RNA となる。PX メッセンジャー RNA は複製制御を担う P40 タックス、P27 レックスタンパクをコードする。これらのギャグパル、PX 核メッセンジャー RNA は、 異なるオープンリーディングフレームを持つため、元のウイルスゲノム RNA が1本であっても、それぞれのメッセンジャー RNA は異なったタンパクをコードすることができる。感染 T 細胞は必ずしも死滅するわけではない。そのため、T 細胞から別の T 細胞へ感染するほかに、感染した T 細胞の増殖によるウイルス増殖も見られる。HTLV は、 フリーのウイルス粒子による感染は効率が非常に悪いのでウイルスの感染には感染細胞と非感染細胞の細胞間接触が必要である。顕微鏡で見た HTLV-IHTLV-1 は主要ウイルスの一つでウイルス保持者は生涯のいずれかの時点で ATL を発症する可能性がある。百七十七年に京都大学の内山田 高月清志らによって、日本の九州出身の白血病患者には特有の T 細胞性白血病が多いことから成人 T 細胞性白血病という疾患概念を提唱した。その後、1981年に京都大学の日沼よりおらによってレトルウイルスが分離され ATL ウイルスとした。これは1980年に アメリカ国立衛生研究所のロバート・ギャロラが、近所域肉症患者から分離した人から、初めて発見されたレトロウイルスと同一のウイルスと、後に判明し、名称は、ヒューマン T、セルルキミアウイルスタイプ1と改められた。このウイルスは、自然には、性行為、または哺乳などの水平感染により感染することが多いが、出産時、母体内での垂直感染もある。 母乳感染は、母親が HTLV、i キャリアであることが判明した場合、母乳保育を行わずに人工乳を用いることによって回避できる。人工的には血液曝露により感染するが、血小成分輸血、血液製剤ではあまり感染しない。これは、セル2、セルインフェクションのためだと言われている。日本では現在、献血に際して、 抗体スクリーニングが行われており、輸血での感染のリスクは低い。また、発症率は3から5%と低いため、HTLV-1 キャリアであっても障害、発症しない場合もある。感染力は、極めて弱く、大量の生きたリンパ球が入らないと感染しない。そのため、輸血、授乳、性行為を除けば通常生活での家族感染や、職場等での感染は、 ほぼなく、特別の配慮は、必要ない。文化人類学的に、HTLVI の延期配列を検討する、ことによって、人類の移動を推測する研究もなされている。夫婦、親子と感染するため、ヒトゲノムと同様に、一群の人集団の移動を示唆すると考えられる。タックス遺伝子を T 細胞及び、共生細胞で発現させた、トランスジェニックマウスでは、 t 細胞性白血病、リンパ腫を発症する。アダルト t、セルルキミアとも言う。htlvi 感染を原因とする白血病、悪性リンパ腫であり、日本、特に、九州、沖縄に非常に多いという特徴がある。atl は、初回から薬剤体制を示すことが少なくなく、標準的な治療法が未だに確立していない。発症率は、キャリアで、 年間1000人に1人、HTLV-1 アソシエーテッドマイアラパシーとも言う。先に、熱帯性形成体麻痺として、疾患概念が確立されつつあった疾患との関連から、ハム、TSP とも呼ばれる。1986年、オサメラによって報告され、疾病概念が確立した。 平成21年度より厚生労働省難病対策疾患に指定された。HTLV-1 に感染した T リンパー球が脊髄の中に入り込み炎症を起こすことがきっかけと考えられ、神経細胞が傷つけられることで歩行障害、排尿障害、便秘などの症状が現れる。発症率はキャリアで年間3万人に1人と推定される。 HTLV, I Associated ビー e t i s とも言う。軽度炎症は自然治癒することもあるが、中等度以上の炎症は副人皮質ステロイドの点眼と内服が有効である。ハブなどがある。日本における HTLVI の分布は縄文人との関連が指摘されている。アフリカを中心に見られる。カメルーンで2005年に発見された。ありがとうございます。